徳島教育航空軍とは、海上自衛隊の教育航空集団に属する教育航空軍の一つであり、主に軽機飛行による操縦技術を操縦学生に習得させるための教育訓練を行っている。また、徳島空港の航空管制などの運用実務も担当している。部隊は徳島航空基地に所在しており、軍司令は一等海佐をもって当てられている。 現在の体制になるまでに所属する上部組織が2回変わっており、その度に部隊名称と任務も変わっている。現在は小月教育航空軍第201教育航空隊で固定翼基礎家庭工期を修行し、固定翼操縦使用員となった飛行幹部候補生に対して、景気飛行家程の教育訓練を行っている。景気飛行家程は約6ヶ月である。 この過程を終えると、固定翼の場合は、国家試験を受験し、合格後に、下宇佐教育航空軍の実用機過程に進む。かつては、回転翼操縦士の軽機飛行過程も行っていたが、軽機飛行に対応した TH-135 の導入により、訓練過程は廃止された。第二百二教育航空隊では、国土地理院から地図を作成するための航空測量の、 業務委託を受け、2009年度末まで国土、地理院所属の専用機、国風2にて実施していた。これは、専用機と同じタイプの航空機を多数、運用しているという実績があり、整備面や操縦士の確保に事欠か,かないためであった。また、陸上自衛隊地理情報隊からも、航空測量を委託されている。第三航空軍及び宇都宮教育航空軍が廃止。 宇都宮教育航空軍令下の第202教育航空隊及び第202支援整備隊が宇都宮航空基地から徳島航空基地に移住し徳島教育航空軍が進編。第11航空隊は第1航空軍令下に編成外となり鹿野航空基地に移住。TC-90 ありがとうございます。